ボス戦を開始してエリアが封鎖された際、エリアの外からボス部屋へ移動できるようになります、はい。ボス部屋が封鎖されると確認ウィンドウが表示され、承諾するとボス部屋に移動します、うん。カットシーン再生中に封鎖された場合はカットシーン終了後に確認ダイアログが表示されます。確認ダイアログのカウントダウンが終了すると強制的にボス部屋へ移動します、戦闘の状況によっては移動直後に攻撃を受ける場合があります。この対応に伴いアライアンスレイドのボス戦でエリアが封鎖されるまでの時間が30秒から15秒に変更されます。はい、まあ、これね結構なんだろう、慎重にやらないとバグりまくるソースコードなんで、はい、ちょっと時間かかりましたけどただまあネタ半分で言ってるんだとは思いたいんですが、これがあるからいくら先に進んでもいいよねって言ってる方がいらしてですね、そういう意図ではございませんので、はい、それはぜひやめていただきたいです、うん。基本的にバトル前のカットシーンってできるだけ短く作っているので、最近昔は長かったのも確かにあるんですけど、せいぜい数十秒、普通に待ってあげてください。見てる方がいるなら、僕は基本的に待ってる人にしか自分でプレイしていて会ったことはないですけど、それをしなくていいっていうことのために入れたわけではないので、もし万が一何かのトラブルでそうなってしまった時の救済措置として入っているので、ぜひもちろんネタでおっしゃってるんだとは思ってるんですよ。ただ言い訳ではないので、それはぜひ皆さんのモラルを信じておりますので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、はい、そうなんですよ。今ね Twitch のコメントであったんですけど、はい、急いで行って結局ね締め出される人が多かったらね、結局時間かかるだけなんですよ、うん。その数十秒待った方がね全然綺麗に倒せるのに、焦る必要がない、うん。まあ、ただやっぱ初めてのタンクで B アラタンクになっちゃって焦ってってこととかね、アクションが誤爆したってことはあると思うんですよ。はいはい、ワイプワイプってわけにはレイドと違っていかないのでそうですね、そういう事故があった時のための仕様なので、ぜひそれはそんなシーンを見かけたらですね、そう言ってあげてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。